マインクラフトのモブたちをニャンコ大戦争のキャラクターに作り変えていくぞ。今回もモブの見た目をブロックベンチというソフトで改造していく。さあ準備はできた？いざ出撃。まず最初に作っていくのは大狂乱のゴム猫、改造していくのは狼。まずはいらないパーツをちぎって足から作っていく。前足を複製して4本足にして根元を太くしていく。さあ胴体を長方形に伸ばして耳となる板を取り付けていく。そしたら体を塗りつぶして黒でグラデーションをかけてどんどん狂乱に侵食させていく。このペコのロゴを描いて仕上げに絶望してる顔を描いたら大狂乱のゴム猫の完成。それでは早速マインクラフトに適用させていく。どうもクロスです。いやついにやってきましたよ、にゃんこ大戦争第2弾。はい、今回改造したのね、以前の動画でねかなりリクエストが多かった狂乱シリーズから大狂乱のねゴム猫ということで、早速ね見ていきたいと思うんだけど、改造元となったモブがね狼ということでね、こちらの森に入って早速ね狼を探していこうと思うんだけど、いや狼何回目から作り変えたの。いや結構ね使いやすいんだよね。さあ狼探していきましょう。いや今回の動画ねかなり強敵揃いだから、最初からね大狂乱のゴム猫をね乱獲していきたいなと思うんだけれど、この絶望してる顔、そしてどこぞの文房具で見たことあるようなこの服間違いない、大狂乱のゴム猫だすごい。ちょっと待って、今日さ足がさちょっと見てほしいんだけど、かなりぶっ壊れてるぞこれ。服から貫通しちゃってるんだよね。いやこれはかなりうまくできてるんじゃないこれ。特にさこのさ服がこの破れてるところかなりこだわりましたよし、じゃあ早速なんでね、こちらの大狂乱のねゴム猫と戦っていきたいなと思いますいやちょっとさ、にゃんこ大戦争原作やってる人からするとさ、もうこれ恐ろしゅうてしゃあないんだけど、戦っていこっか。いやマジでむずいからねこれ本家だと。いきます、くらえ、ゴム猫、はい、おいや、待て、ゴム猫はこんな足長くないぞ。よし、戦っていくか。ほら通パンなんだけど。さあ、ということで、こちらね、狼のスポンエッグでたくさん出してね、乱獲していきましょう。ほい、ほい、ほい、ほなんだ、この絵面。そしてね、今回、狼で改造するから、さあ、スポンエッグを持って、右クリックすると、おおこちら見てください、大狂乱のチビゴム猫が誕生しましたかわいいでね、こいつねめちゃくちゃ足速いんだよね、かわいい。よし、じゃあ我が軍の壁になってくれこれリングフィットじゃんこれ大狂乱のリングフィットゴム猫来た。よし、じゃあどんどん仲間にしていくよ。ほいほいほい、オッケー。さあ見てください、こちらこちら大狂乱のゴム猫艦隊ということで、いやかなりまがまがしい。はい、ということで今回の動画でこの子たちに守ってもらいつつね、強敵を倒していきたいなと思います次に作っていくのは狂乱の猫クジラ、改造するのはウパちゃん。早速いらないパーツをちぎっていって10倍速で形を丸くしていく。お次は尻尾、自然な曲がりを再現するのが難しい。いい感じ。それじゃあ色を塗っていく。黒のグラデーションを上からかぶせて白いひび血管を描いていく。次は顔、めちゃくちゃ顔好き、かわちい。さあ仕上げに尻尾を描いたら狂乱の猫クジラ完成。早速マイクラで確認していこう。はい、ということで早速ね狂乱の猫クジラ見ていきましょう。はい、改造元となったのはねこのシリーズ初参戦ウーパールーパーということで、さあどこだウーパールーパー、これかめちゃくちゃ色わかりやすい。さあこちらを手に持って早速ね見ていきましょう。 お前ら間違っても合図があるまで食べないように。さあ見ていきましょう、いでよ狂乱の猫クジラ、ボン、おおすごい、え待って待って、すごくないこれ、めちゃくちゃちゃんと適応できてる。てか呪いなこいつめちゃくちゃ歩くの遅いんだけど、これ見てこの足の動き、のそのそってやばい、ちょっと待って、かわいすぎるちょやばい、キュートアグレッション起こしてる、今すぐに握りつぶしたいんだけどこれちょっとせっかくなんでこれリードで繋いでみよう。はい、おちょっと待って、めっちゃ速くなったちょっと待っておい、いきなり加速すんのやめろ、おいどういう状況これ地上で泳いでんだけど。じゃあちょっとせっかくなんでこの子ちょっとそこにね川があるからちょっと入れてみよっか。よし、ちょっとここ下って、あごめん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 、なお前の好きな川だぞ、存分に入って楽しめ。さあどうだ、おちょっと待って、ウーパールーパーってこんな速いの、えすごい、ちょっと陸から見てみる、お待って、すごい、わすごい、魚を襲って食べてる、えすごい、めっちゃ泳いでる
いや、これはさ、にゃんこ大戦争でも見れないんじゃない？この泳いでる姿は。すごい。これ貴重映像だよ、貴重映像。うわ、すごい。気持ちよさそう。よし、そろそろ上がろっか。そろそろね、もう十分に遊んだからね。これあれだ、だだこねる子供と、早く帰りたい親の図だ、これ。よっしゃ、お前たち、ちょっと新しい友達に挨拶しよっか。よろしくね。ゴミすぎる。さあ、お次は最強の殺し屋ブラックマン。改造するのはエンダーマン。さあ、まずは手が細すぎるので手を太くしていく。筋肉がないと殺し屋は務まらないからね。足は逆につま先にかけて細く作っていく。早く走るためかな。さあ、手足が完成したので反転して、最後に耳になる部分を作ったら形の完成。さあ、色塗っていこう。ブラックマンは名前の通り体の大半が黒色だからすぐ塗り終わりそう。終わってる？はい、ということで、あっという間にブラックマンの完成。それでは早速マイクラで暗殺されていこう。はい、次に見ていくのはね、数々のニャンコユーザーがトラウマになったあいつです。ブラックマンということで。早速ね、クロセが倒して、みんなのね、トラウマを克服したいなと思います。さあ、改造元となったモブがね、エンダーマンということで、これかな？エンダーマンのスパイク。さあ、こちらをね、手に持って。さあ、早速じゃあちょっとブラックマン出していきたいなと思います。いや、ちょっとね、心の準備がいるんだよね。いきます。ヒデオ、ブラックマン！いや、ちょっと待って、待って、オーラがやばすぎる。いや、ちょっと待って。いや、そんな花持っても無駄だよ、その見た目で。はい、ということで、こちらがね、ブラックマンになります。いやー、ちょっと待って。こいつがマイクラ上で見れるとは、この 3D のワールドで。いや、にしても、怖いなー。ちょっと、解説させてほしいんだけど、ちょっとこいつ足が速すぎて、すぐどっか行っちゃうんだけど。まあ、それは原作に忠実でいっか。よし、じゃあちょっとしぶしぶね、ちょっとサバイバルモードに変えて。うわー、ちょっと待って、怖い。いや、たかがエンダーマンだ。まあでもね、ちょっと弱音ばっかり吐いてちゃうね、みんなのちょっとトラウマが克服できないので、早速ね、ちょっと戦っていきたいなと思います。まあ、最悪やばそうだったらこいつらに頼ればいいから。かかってこい、ブラックマン。やばい、来てる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 。うわ、気持ち悪い。ちょっと待って、こんな首長かったっけ。ほら、暗い。ほら。ちょっと待って、鼻持ちながら襲ってくんな。やばすぎる。痛い痛い、しる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 。やばい、こうなったらやむを得ん。助けてくれ、お前たち頼む、助けてくれ。行け。ちょっと待って。行け行け。いや、ありがとう、お前たち。そう、にゃんこ大戦争ってこういうゲームだった。よし、じゃあこれでちょっとみんなのトラウマは解消できたかな。足りきすぎる。さあ、次に作っていくのは筋肉ムキムキブンブン先生。改造するのはボーデン。ほな、早速いらないパーツをちぎって、まずは腕を前に出して足を小さくしていく。こんな感じ。そしたら手を作っていこう。腕を複製して関節を作って、シンボルでもある腕は大きな拳を作っていく。てなわけで片腕が完成したので、反転して、最後に角になる板を頭に取り付けたら、形の完成。さあ、お待ちかねの色塗り。腕輪の色塗りはこだわりたい。光沢を入れてメタリック感を出していく。お次は顎。いや、トゲトゲしてて顎だけでも強そう。さあ、仕上げに小さな羽と鋭い眼光を描いたら、ブンブン先生の完成。さあ、マインクラフトで戦っていこう。はい、ということで、こちらでマインクラフトの世界に戻ってまいりました。さあ、次に見ていくのはね、ウォーデンを改造したね、ブンブン先生ということで、ちょっとね、早速見ていきたいなと思うんだけど、今ね、ちょっと調べてみたところ、ブンブン先生の情報で、なんか体罰はね、愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生ということで。クズ教師。はい、ということでね、クズ教師ことブンブン先生をね、なんとしてでもちょっとね、今回倒していきたいなと思います。まあ、いくらね、にゃんこ大戦争でね、ブンブン言わせてたブンブン先生でもね、まあ、このマインクラフトの世界では、まあ、ブンブン言わせませんよということでね。まあ、いくらね、マイクラだけにね、みたいな。いきます、いでよ、ブンブン先生。はい。うおー、すごい。うお、やばすぎ。え、めっちゃちゃんとできてない？これ大丈夫か。いけ、お前たち。まあ、さすがに大狂乱なんで。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おい、やられすぎ、やられすぎ。ちょっと待って。おい、パワーバランスどうなってんのこれ、ちょっと。おい、大狂乱だぞ。おい、序盤の敵だぞ、ブンブン先生。おーい。おかしいって。はい、ということで、さすがにね、ちょっとゴム猫があっけなさすぎたということで、こちら見てください。前回動画で作った巨人猫ことね、このアイアンゴーレムを3体出してね、こいつとちょっと戦わせていきたいなと思います。さあ、3D 版にゃんこ大戦争どうなる？いきます。いでよ、巨人猫。やばすぎる。いけ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 。いや、今日サイズ感だと負けてないよ。さあ、いけ、玉になってかかれ。さあ、どうなる？いやー、待って、ちょっとけど、さすがに、巨
巨人猫じゃきついか。はい、ということでね、ちょっとウォーデンを改造したブンブン先生見ていきましょう。こだわりなんだけど、このさ、腕輪の塗りめっちゃ良くない？いや、かなりね、イラスト調に仕上げられて、めちゃくちゃいい感じ。いやー、惜しくもちょっとブンブン先生にちょっと負けちゃったんだけど、いやー、どうしたらここのステージ突破できるかな。とりあえずガチャ回すしかないか、ということでね、次に作る最強モブでね、こいつをちょっとぶっ倒していきたいなと思います。ということで、ガチャ画面、制作画面、どうぞ。最後に作っていくのは最強の魔女、クロキャス。改造するのは、ウィザー。まずは胴体から作っていく。キャスリーはスタイルがいいからくびれを再現するのが難しい。そしたら足を作って、ウィザーの頭を手に作り変えていく。こんな感じ。いや、うまく適応できるのかな。さあ次は頭を作って、髪、スカート、杖などの装飾品を作りまくって形の完成。それじゃあ色を塗っていこう。黒、白、水色の3色を使って100倍速でひたすらに色を塗っていく。いや、塗るものが多すぎて過去一大変かも。仕上げに綺麗なお顔を描いたら、クロキャスの完成。いや、死ぬかと思った。それでは早速マイクラでブンブンを倒していく。はい、ということで戻ってまいりました。いや、さすがにこいつだったら勝てるでしょう。さあ最後に見ていくのはね、不動の最強キャラクタークロキャスということでね。はい、じゃあ早速見ていきましょう。で、改造元となったモブはね、ウィザーということで、ソウルサンドとウィザスケの頭。よし、これでクロキャスが召喚できる。やばい、超楽しみなんだけど。さあそれじゃあちょっと頂上決戦やっていきましょう。さあソウルサンドをポン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 と置いて、ウィザスケをあとここに置いたら召喚できる。いくよ、いでよクロキャス。はい、うおー、ちょっと待って、やばすぎるこれ。やばくない？ブンブン先生が寄ってきてる。どういう状況？うおー、すごい、やばすぎ。さあどうなる。さあこれが、皆さん見てください、頂上決戦です。やば、ちょっとクロキャス手が予期せぬ方向に曲がってるけど。さあ見てる感じだとね、クロキャスの方が手数は多いが、さあどうだ、対するブンブンは放電砲を撃つしかないんだよね、ブンブン先生は。やばい、どんどん埋まってってる。いやけどこれ迫力やばくない？これ多分にゃんこ大戦争が 3D の世界で起きたらこんな感じなんだろうね。いや、めっちゃいい感じ。さあ勝敗はどうなる。ああ、はい、ということでクロキャスの勝利。やっぱクロキャスが最強だったか。はい、ということで今回の動画どうでしたでしょうか。いや、めちゃくちゃ白熱したね。いや、ちょっと叫びすぎて喉痛い。はい、今回作ったキャラクター以外にもね、こちらの動画でね、別キャラクター作っておりますので、皆さんね、ぜひぜひ確認してみてください。この動画が少し面白いなと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はクロセでした。バイバーイ。